皆さんこんにちは、こつばです。今回のこつばチャンネルの題名はこちら、 3E 解説、井伊直政と2人の息子たちということで、今回は題名にある通り、井伊直政と2人の息子たち、直勝、直隆を紹介したいと思います。井伊家の礎を築いた直政ですが、どうする家康でも直近で井伊直政登場しておりましたが、板垣李光さんが演じられてたかと思いますが、以前には女城主直虎であったり、井伊家自体は人気が高く歴史の中心に位置するような一族となります。私こつば自身も勝手に井伊家と縁を感じてまして、その理由が、以前初めて彦根城に行った際なんですが、彦根駅を降りて直政公の銅像があってすごい感動して、その向かいにある商業施設で傘を買おうと思ってレジに並んでいたら、現在日本ハムファイターズの監督のビッグボスこと新庄さんに出会いまして、握手をしてもらいまして、彦根城に行く前にテンションがめちゃくちゃ上がったのをすごい今でも人生の思い出の一つとして覚えてるんですが、ここで勝手に井伊家と縁を感じてまして、現在ちょっと住んでるところもたまたま元彦根藩領ということで、今回の企画をするにあたり直隆公のお墓に手を合わさせていただいて、勝手にそういったところで縁を感じている次第でございます。話は大きくそれたんですが、まずは井伊家のこれまでの流れを簡単に紹介したいと思います。鎌倉時代には井伊之助という名前で資料に登場しておりまして、当時より遠江に領地があったと思われています。鎌倉時代は遠江の神はおさらぎ流北条氏が任官されておりまして、その地の御家人になるかと思います。南北朝時代には南朝方となり、後醍醐天皇の皇子の宗吉親王を井伊家に迎えたりもしています。しかし戦国時代になると、今川氏が遠江で勢力を拡大していき、井伊家も今川氏に従うようになります。この頃からの登場人物は、2017年大河ドラマ女城主直虎を見ながらであれば分かりやすいかもしれないので、そこも絡めながら直政、直勝、直隆の流れを家系図で確認していきたいと思います。ちょうど女城主直虎の始まりは、1500年初期の井伊家当主井伊直弘から始まるかと思います。井伊直弘の生きた時代は1400年代後半から1563年となります。大河ドラマ中では前田銀さんが演じられていた役となります。この井伊直弘の息子には、井伊直宗、井伊直光、井伊直義、井伊直元がおりまして、ドラマでキャストされていたのは直弘の子供たちでは直光のみになるかと思います。この直光は宇梶さんが演じられていました。しかしこの直光、直義兄弟は謀反の罪で誅殺されてしまっています。直弘長男の直宗の子供には杉本哲太さんが演じた井伊直盛がいます。この直盛には子供に次郎法師がおりまして、この人物が女城主直虎の直虎となるんですが、この井伊直虎は近年男性とする資料が出てくるなど諸説ある人物となります。いずれにせよ、この家系から続く形とはならず、先ほどの宇梶さん演じる直光の息子の直親、そしてその子供に井伊直政と続くことになります。直政についても見ていきましょう。井伊直政、1561年生まれで、父は井伊直親で、母は奥山友俊の娘となります。この直政の母の役は、女城主直虎では貫地谷さんが演じられている役となります。女城主直虎では、この奥山家の面々も多くキャストされておりまして、友俊はでんでんさん、そしてその孫もしくは子供とされる木を切るしか能がないと自称していた田中美王さん演じる奥山六左衛門もいたりします。話は戻り、先ほどの二人の間に生まれた直政、当時虎松なんですが、その後苦難の道が訪れます。1563年に父直親が義元の命を受けた朝比奈康友に殺害されてしまっています。これにより井伊直虎がこの井伊家をまとめていくことになるわけなんですが、この井伊虎松も直親の遺志ということで命を狙われますが、井伊直盛の妻で財前直美さんが演じた友珍尼の兄の仁井の親憲の計らいで出家する形で庇護されています。しかしその後、仁井の親憲が亡くなりまして、小野田島守が虎松を殺害しようとする動きがあった際には、三河の国の蓬莱寺に隠されています。その後に直政の母は松下清景に妻化し、清景の養子になったと言われています。
女女子ナオトラではこの清影は古舘寛治さんが演じられておりまして、そしてこの弟に情景という人物がおりまして、その情景は和田正人さんが演じられていました。1575年には鷹狩りに出向いた家康が、その帰りに家康の視界に虎松が入るようにセッティングされたとされておりまして、この時に家康に見出され小姓として仕えることとなります。これが徳川家の井伊直政の始まりとなります。そしてこの頃、名を万千代と改めています。徳川家に仕えることとなったこの年は長篠の戦いの年となります。1576年の武田勝頼との戦いの柴原の戦いが直政の初陣とされています。その際に寝所に忍び込んだ患者を討ち取っているという話も残っておりまして、この時若干16歳となります。ここから鬼のような戦歴を重ねていくこととなるんですが、1578年の駿河田中城攻めの功により1万石を領することになります。容姿端麗な美少年ということもあるかもしれませんが、それ以上にセンスの塊のような存在であったことは言うまでもないかと思います。1582年の本能寺の変の際は伊賀越えにも同行し、家康の窮地を共に乗り越えています。そして天正神武の乱では北条氏との交渉の使者として活躍し、徳川は武田丘陵の甲斐信濃を領有することに成功しまして、この直政の配下に武田家旧臣や家康の家臣が組み込まれまして、旗本先手役の一人として侍大将となっています。この時22歳となります。出世速度がもはやスピード違反級なんですが、これもある意味鬼ということになるかと思います。1584年の小牧長久手の戦いでもその赤備え軍団を率いて先頭で突っ込んでいき暴れ回っています。1590年の家康の関東への国替えの際には、徳川家中最大石高の12万石で上野の国箕輪城を与えられています。箕輪城ってなんか自分すごい好きなんですけれども、いいですね。代々の城主にそそられると言いますか、長野成政、武田支配下になってからは武田家不代家老衆浅利信胤、武田家宿老内藤正秀、内藤正明や北条氏を経て、徳川家中心の井伊直政と有名な将たちが時を過ごしている城となります。そんな直政ですが、婚姻関係はどのようになっていたかというと、本日の重要なポイントとなります。1584年には松井忠次の娘花、後の東梅院なんですが、花を正室として迎えております。松井忠次は前々回の徳川家臣団の妻たちという動画で少し紹介しましたが、東条松平家の重臣で飲み松平家松平重吉の娘を妻として迎えており、松平姓を下賜されておりまして、松井松平家の祖となる人物です。多くの戦いに最前線で戦っておりまして、家康の信頼も厚い人物となります。1582年には御北条氏との最前線にあたる三枚橋城主となり、徳川領の東を守っています。そこの家に生まれた花は家康の養女となる形で、その後1584年に正室として直政に嫁ぐこととなります。そして1590年には直政と花の間に長男の井伊直次、後の直勝が生まれています。井伊直次、1590年生まれということですが、この年は家康の関東への国替えのタイミングなんですが、その前の浜松で生まれたとされています。幼名は父と同じ万千代となります。しかし父と同じなのは幼名だけかもしれません。性格も真逆で病弱と言われておりまして、父直政は家臣たちが毎日いつ直政に手打ちにされてもおかしくない状況で仕えていたという状態の職場環境を作り上げておりまして、人切り兵部とも呼ばれており、直勝はそこを全くというほど受け継いでいないということになります。受け継ぐ必要もないかもしれない点にはなるかと思うんですが、国替え後は一族と共に箕輪に移り、1598年には高崎城へ移り育てられているかと思います。1600年の関ヶ原の戦いの際は11歳となります。そして父の直政はこの戦いの功により6万石を加増され、旧石田三成の領地の沢山を家康より与えられることとなります。内訳は近江に15万石、神津に3万石となります。しかしこの戦いの際に井伊直政は島津軍への追撃の際に負傷してしまっています。そしてその傷が元で、その2年後の1602年に直政が急死してしまいます。時世録を紹介すると、祈るぞよこの子の末の末までも守れ近江の国津神々
まあ、直訳するとやはり子供たちの行く末を近江の国の神々に祈っているような時世の句になるかと思うんですが、そしてその子で長男の直継が13歳で井伊家の家督を継ぐこととなるんですが、この時点では直継は一度も家康に会ったことがなかったと言われています。家康はこの徳川家随一の家柄となった井伊家をことのほか気にかけておりまして、この家督相続に伴い土井利勝が使わされ、重臣の鈴木重吉、木俣盛勝、西郷正和によく直継を補佐するように命じたとされています。そして直継の代の最大の出来事の一つといえばやはりこれでしょうか。彦根城築城開始です。彦根城といえば直政というようなイメージはやはり強いんですが、直政はもともと沢山城は山城で使い勝手が悪く、まして敗将石田三成の居城であったことから別の地に築城することを予定しておりましたが、築城前に直政は亡くなることとなります。直政は米原市磯山に築城することを予定しておりましたが、直政が亡くなった後に重臣たちが土地がそんなに広くないことから候補地を変え、彦根の根気山に築くことで家康に許可をもらい築城を開始しています。この彦根城築城は家康の命により天下普請で築かれることとなります。この地は交通の要衝で、かつ豊臣家も含め西日本の諸大名への抑えともなる重要拠点となる城となります。その途中で家康秀忠が直々に視察に訪れたとも言われています。姉の夫となる松平忠義、越前の結城秀康、桑名の本多忠勝など7国12大名が動員されての普請となります。この時石垣は沢山城の石垣を再利用されており、天守は大津城から移築し改築、天秤櫓は長浜城から移築したものとなりまして、その部分については現代的に言うと SDGs のような形がするんですが、完成は今の形の美しい彦根城となっています。直継の母花当番院は家康の養女ということもあり、直継は血のつながりは家康とはないものの、井伊家は引き続き徳川家と近い距離になります。直継は生まれつき病弱だったと言われ、性格もおとなしめだったと言われています。井伊の赤鬼の子なんですが、赤鬼とはならなかった模様です。13歳で家督を継ぎ、その若さから家老たちが政務を代行しています。筆頭は鈴木重吉、木俣盛勝、重吉は5500石、盛勝は4000石という功禄を与えられていました。しかし鈴木重吉が他の重臣たちに疎まれ、金銀や年貢を不正に流用していると家康に告発されてしまいます。木俣盛勝も鈴木重吉も、重吉を訴えた睦原政直、西郷重和もお付け人と呼ばれる家臣団で、井伊軍団が組織された際に徳川家臣から井伊家臣へ転属された家臣たちとなります。家康はこの訴えを大きくはしませんでしたが、鈴木重吉は隠居させられ、息子鈴木重達も追放させられそうになりますが、木俣盛勝は鈴木重達と対立した家臣たちを和解させ、この内紛を収めています。直継の力量について問われるようになってしまいます。家老の木俣盛勝が存命だったので、家中に仲裁役がおり、まだなんとかなっておりましたが、その盛勝も1610年に亡くなっています。そして残された直継の力量では彦根藩をまとめられず、その後も政務には立とうとせず、家臣たちが政務を司ることになりまして、家康たちの井伊家に対しての不安が大きくなっていきます。そして1614年の大阪冬の陣には、この直継は出陣することはなく、家康は次男の直隆を井伊軍の大将として兵を率いて出陣するように命じています。そして家康は正式に直隆に井伊家の家督を継がせ、さらに井伊家を二分することにします。井伊家領地18万石のうち、直継は神津家の国安中藩3万石で別家となり、井伊の家以来の家臣たちは直継につけられ、弟の井伊直隆は彦根藩15万石を継ぎ2代藩主となります。直継はこれにより彦根藩2代目藩主としてはカウントされておりません。この時に直継から直勝に名を改めています。直政と苦楽を共にした家臣たちも新生井伊直勝と共に安中に行くこととなりまして、それに従う鈴木重達、松下和貞は旗本と同じ扱いになっています。
この時直政正室の花当番院も安中に行くこととなり、直政の遺品をほとんど持ち去ったと言われておりまして、彦根には残った遺品がわずかだったとも言われています。この花から見るとどんな気持ちだったか考えると辛くなってくるんですが、自分の次女が産んだ子供がいい本家の家督を継ぐこととなり、正室である自分の実子は別家を安中で建てることになる、この顛末をどのように感じていたのか考えると少し胸が締め付けられそうになるんですけれども、しかし井伊家はすでに徳川家譜代家臣の中でも重臣中の重臣で、これからの天下太平の世を作っていくど真ん中とも言える家で、直孝に引き継ぎ無念さはあるにしろ肩の荷が下りたとも言えるかもしれません。そして光月に入ると安中城を改築し、江戸時代にあった防御が最小限の城を藩庁としています。そしてこの松井忠次の娘で直政正室の花当番院は1634年にこの地で亡くなることとなります。夫の直政に先立たれ安中の地で生涯を終えることになったわけです。なおかつは正室には鳥居忠政の娘を迎えておりまして、側室の中島新左衛門の娘との間には後継の井伊直義が生まれています。1632年には直勝は隠居し、長男の直義が後を継いでいます。1645年には三河の国二所藩3万5000石へ加増違法され、1659年には掛川藩に違法され、この直勝もここに同行しています。最終的にこの直勝は掛川城で亡くなっています。自分の代わりに本家を継いだ直孝よりも3年長く73歳まで生きておりまして、病弱と言われましたが長生きしているということになります。気になる点としては長男の直義なんですが、正室は唯一の譜代国持ち大名堺讃岐守忠勝の娘を迎えており、別家とはいえされど井伊家と思うような縁組になるかと思います。この直勝家井伊家はこの後は直武直友と4代続くんですが、この4代目直友は乱心し改易されそうになりますが、妻の兄にあたる彦根藩井伊本家の直則が養子となり家督を継ぎ、与板藩2万石に違法されています。これにより直勝から始まった井伊家の別家も直高の血筋となるわけです。続いてはその直勝の後を継ぎ彦根藩2代目藩主となった井伊直孝です。直政の次男として1590年に生まれておりますが、同じ月に直継ぐ後の直勝も生まれたとされています。この直孝の幼名は弁之助です。先ほども紹介した直継ぐの母は直政正室松井忠継ぐの娘花、直孝の母はその花の次女となり松井忠継ぐ家臣の井伊徳右衛門の娘となります。花とその次女はほぼほぼ同時に身ごもったということになります。家康と築山殿とお万の方を思い出してしまうんですが、この次女は直孝を駿河の国中里村で産んだと言われておりまして、これは正室花への配慮と思われます。かくして直継ぐと直孝は大きく生まれた直後に扱いに差が出ることとなります。直孝は幼少期は光月の国安中の北の地で育てられています。直孝は城内で育った直継ぐとは異なり、環境に揉まれ屈強に育ち武芸にも長けていたと言われています。1602年には秀忠の近従として仕えることとなります。1608年には光月の国狩宿5000石を与えられ、1610年には白井藩1万石を与えられて家紋の神となっています。その間にも書院番頭、大番頭を務め、伏見常番役となっています。そしてリーダーシップを発揮できない直継ぐに代わり、井伊の赤備え軍団を率いて大阪冬の陣に出陣することとなります。戦いは加賀前田勢が真田の挑発に乗りまして突撃を開始し、そこに遅れまいと井伊直孝隊、松平忠直隊が突っ込んでいきますが、真田信繁、雪村の策にはまり500人を失うなど初戦で出花をくじかれてしまいます。家康にはその勇敢さによりその行動をかばわれたと言われています。その後に直孝は井伊家の家督を継ぎ、彦根藩2代藩主に就任します。真田丸に突っ込んでいく直孝は直政に重なるものがあったとされ、家康もその武勇を認めており、井伊家当主として問題ないことを判断したことかと思います。大阪夏の陣でも井伊隊が豊臣家重臣の木村重成を討ち取っておりまして、大阪城内に入り豊臣秀頼、淀殿がこもる山里丸を囲み、二人は最後を迎えています。この活躍により5万石を加増され、樹脂家侍従となっています。
1616年には再び彦根城の工事を始め、1622年には20年の歳月を経て彦根城が完成しています。武芸にも秀でている直孝ですが、戦乱がなくなったこの江戸の世でも通用する政治能力も兼ね備えられていました。秀忠が亡くなる際には家光の後見役を命じられています。1635年には35万石となり、譜代家臣の中でも筆頭の立場を不動のものとしています。家光からの信頼を得て将軍を補佐し、この時期の幕閣には欠かせない存在となっています。常に江戸におりまして幕政に携わっており、大政参与として多くに貢献しています。4代将軍となる家綱の元服の際は家官を務めています。1659年に直孝は70歳で亡くなることとなりますが、家康、秀忠、家光、家綱と4代に携わり、井伊家の立場を直政から引き継ぎ盤石にした人物とも言えます。また若い時の直孝にはこんな逸話が残っています。まだ本多正信が存命だった際の話なんですが、将軍や重臣たちが列座した際に、当然のように当時筆頭の本多正信の上座に着座し、今日の振る舞いはいぶかしく思ったと思いますが、直政の後を継いだ上はご了承くださいと言ったとされまして、正信はその振る舞いに感服したという逸話も残っています。また直孝は家臣たちには質素倹約を心がけさせ、また死に際しては殉死を禁止させています。さらには日本一のゆるキャラともいえる彦根のひこにゃんはこの直孝きっかけとなります。直孝が鷹狩りの途中、世田谷のとあるお寺の前を通りがかります。その時白い猫が手招きをしていたのを不思議に思い、直孝はそのお寺に立ち寄りますが、その後雷雨になり、直孝はこの白い猫のおかげで難を逃れたとされます。その際にお寺の和尚さんとも親しくなり、直孝はこのお寺を支援して井伊家の菩提寺となります。これが豪徳寺です。彦にゃんは彦根出身かと思いますが、豪徳寺が第二のふるさとになるかもしれないです。豪徳寺という名前は直孝の戒名から取っています。ということで今回は直政と2人の子供たちについて紹介させていただきました。直政の後を継いだ2人の子供たちはタイプは異なりますが、譜代筆頭の大藩彦根藩を継いだのは直孝となりますが、直勝も和夫もありながら転封されたりと、それぞれ井伊家としての生きた証を残しており、直勝に関しては領民に慕われていたという話も残っています。飯の屋や彦根、安中、豪徳寺、与板、清井町、桜田門など井伊家ゆかりの地がたくさんあるかと思いますが、行ったことがないところにはぜひ行きたいと話しながらまた思いました。どうする家康でもこれから板垣李光人さん演じる井伊直政が活躍していくかと思いますが、大河ドラマでも直政の活躍を楽しみにしながら見ていきたいと思います。井伊家についてまたいろんな機会で動画を出したいと思います。この度はコツバチャンネル最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。